同じく今回ですね、ドラゴンゲートの吉岡裕樹がついに海外修行へ行くということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速なんですが、本当に急ですよね。今日のブログの方でですね、ご報告というテーマで、ね、まあ、なんと吉岡が、まあ、海外に行くとは言ってはいないんですけど、まあ、吉岡はしばらくの間旅に出ますと。で、旅から帰ってきた時は必ずダイヤとのシングルマッチを実現させますというふうに言ってるわけなんですよね。まあ、当分の間ドラゴンゲートから離れるよっていうことを言っているんですね。で、これ本当やったら多分後楽園大会とか、そちらの方でね、それを発表するつもりやったんだと思うんですが、まあ、ね、コロナウイルスの影響で後楽園が中止になってしまったために、まあこのブログでの発表という形になったのかなと思いますね。で、まあおそらく海外でどこに行くのかね、いろんな世界中いろんな団体があると思うんですけど、まあおそらく旬のパートナーとしてね、メキシコの方に行くんじゃないかなと思いますね。まあね、確かに吉岡もね、その、まあ弁慶もそうですし、まあ旬、まあ氷もね、みんなね、こういうふうに行動を起こして、動いている中で自分だけね、何も動かないっていうわけにいかなかったっていうのもあったので、まあ、海外に行ってしまったのかなっていうのはありますよね。まあなので、吉岡ね、今後、確実に帰ってくるときには、ね、レベルが上がって帰ってくると思うので、まあおそらくちょっとした予想にはなるんですが、吉岡と旬二人でこう同時に帰ってきて、で、ドラゴンゲートを一気に荒らしていくんじゃないかなと。この二人でね、新しい何かをね、この三軍構想に対して打ってくるんじゃないかなっていうのはありますね。まあでもこれで一気に吉岡へのね、この期待が一気に高まりましたね。なんでかなり今後吉岡のね、動きにはね、ちょっと注目かなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回ご縁で終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらのね、吉岡に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わります。